様こんばんは。本日のですね、朝10時にご報告の動画を上げると言いながら本当申し訳なかったです。昨日から撮るチャンスがなくって、で今日一日スタジオ収録なんですけれども、電話等々の対応とかいろいろリハーサルとかで車の中で動画を回してそのまま10時に配信と思ったんですが、できなくて本当申し訳ございません。昨日ですね、意味深な、このキッチンで料理動画最後かもしれないって言ったのはですね、実は私今家に帰ってないんですね。というのはですね、いつ帰れるかっていう状況がわからない状況で、その理由はですね、アレルギーの話をさせて何回かねさせていただいたんですけど、私だけが感じるアレルギー物質が窓を開けると感じていたんですね。でアレルギー科に行って治療薬はないので抑える薬とか処方してもう何年もなんですけども、でちょっと私にとっては他の方は大丈夫、アレルギーが反応したなと思うと窓を閉めてっていうのをずっと何年もやってたんですけど、ここへ来ていろいろそういうのも私だけではなくって、他のそのアレルギーではないんだけども感じるということで、じゃあその公共のところではそういうのをやめましょうと、そういうのっていうのはいろいろちょっと具体的には申し上げられないんですけど、そういうことになりましたら、今度換気扇を伝わって外でそういうことがない分、換気扇を伝わって今度部屋の中に充満するようになって、で窓を開けてもダメ閉めてもダメっていうことで、いよいよ気管支の方がですね声が出なくなったりとか、これはちょっと仕事に響くなとかで、公共のところなので皆さん話し合いを進めてくださって、これからも今月もまだ総会で話し合いがあるということで、とにかくいい方向に別に皆さん悪いことしてるわけでもなく、で私もアレルギーになるだけでなったわけではないので、もうどこでもあるお話だということで、管理会社の方もね中に入っていただいてお話ししてるんですけど、実はやっぱりねこの仕事に響いてくるっていうのはちょっとやっぱり良くないかなっていうことと、あとは本当に私ねその物質だけはね、どの物質かわからないんですよ。アレルギーっていうのはアレルギーが言っても特定できないんで、私ね食べ物食物アレルギーもあるんですけれど、調べても一切アレルギー出ないんです。だけど私の担当の先生が食べてそういう風に出るものはっていうことで食べないようにっていう、でもアレルギー検査出たからって食べても平気な人もいるそうな、そうお医者様の話ですとね。で私ね今まで何ですかね現場でもあるんですけど、たらこ唇みたいになんかこうボワーってなったり痒くなったり、そのうちにね心臓がバクバクしたりって、これね結局アレルギー症状だったみたいなんです。その後こう痒くなったり湿疹が出たりで、その順番っていうのは違うんですけど、それでその今まで部屋の窓を閉めていてなんとかなっていたものがこれはどうしたものかということになって、とりあえず家族でも話し合ってスタッフにも相談しつつ、一旦その炎症を抑えるために部屋を離れましょうということで部屋を離れとりまして、今後ねいろいろリーマンパンパンも調べてくれて、ドアのところに何かこう設置すると全部そこからエアーが出て表に全部空気を追い返してくれるやつとか、もちろん空気清浄機もそうなんですけど、窓に取り付けるやつとか、あとはその隙間をですねパテで埋めてくれるためにパテを買ってきてくれたりとか、いろいろやってくれてるみたいなんです。で私もその昔は食べ物食物アレルギーなかったし、年取ってからなって、でもまたこれがまた食物アレルギーも食べられるようになるかもしれないし、今反応してるけれどもこの気管支ももしかしたら反応しなくなるかもしれないし、でね不思議なことにそのアレルギー物質だろうというものを車の中とか目の前で
私が吸ったとしてもそうはならないんですね。なので本当未知な未知なものなので、これから解決してくださるということなんですが、ちょっと仕事が再開こうやってさせていただいたものですから、一旦部屋から出ましょうということで、今別居中でございます。突然、その突然なんです。もうこの決断もちょっと急遽ということだったので、それで月火水と料理動画を流すつもりでセッティングしようと思ったら残り3本あると思ったんです。それが1本だけで私が家を出てしまったものですから、本当にちょっとしばらくこの後どうなるかは、まあ今日とか明日とかこの 2,3 日中にまた進展があると思いますので、またそのまま家に戻るのか、戻れないのかとか。でもリーマンパパは今住んでるところが会社の近くなので、定年まではそこに住みたいというような、まあ、揺れ動いてる状況で、まあ、本当のことが分からず、でもアレルギー症状が出るのは確実っていうことで、じゃあどうするかということで、一時まあ、仕事のために家を出ましょうということで、なのでそういうわけでしばらく家にも出れない状態で料理を作らなくて、お父さんお母さんごめんなさいっていうところなんですが、お父さんとお母さんも理解してくださって見守ってくださっておりますので、まあ、そんなわけで動画の内容がちょっとガラッと変わったり、でも新しいことにね、また出会って動画を回させていただいたりとかしてますので、でこれはですね必ず解決するものですし、私がどうしてもあそこにいられないっていう問題でもないんですけど、とにかくまあお仕事もありますし、もう皆さんが気遣ってくれて の急遽私がちょっと別なところに移動してるということなんですね。でそれが今解決中で、これからいろいろ話し合いもありつつみたいなので、でマンションの中でいざこざがあるか何にもなく、みんな本当にいい方たちなので、じゃあみんなでどうしようかという、で私も自分なりにアレルギーは自分の問題なので、自分でどうするかというのをまたアレルギー科の先生に相談したりとか、まあ、そういうことをこれから考えていくという状況でございますので、もうわけもわかんなく料理動画が撮れなくなってしまって家を離れているということでございます。一応は別居でございます。これサムネタイトル難しいですね。家を出ましたもなんか心配かけちゃうし、別居も別居だし家も出たのもそうなんですけど、だからってアレルギーサムネで、あちょっと困ったなこれ。一応なんかタイトルボンとこういう内容ですよっていうのしたとしても、ちゃんと補足でこういう内容でご心配もなくということで、もうご心配を逆におかけして申し訳ございませんっていうのを必ず付け加えさせていただきます。そんなわけでこれをね、やっぱり言葉だけではご説明できないのと、私たちも今どういう状況か分かってないのと、まあ早め早めの対策をとってということで、まあいつお家に帰るかもわからない状態というのも事実で、はい、ということで、まあうまい具合にいくと思いますので、どうかクーミンチャンネル引き続き見守っていただけたらと思います。こればっかりはね、私ももうなりたくてアレルギーになったわけでもないんですけれど、一応そういうことでね、自分のやっぱり健康も維持しつつ、はい、活動もしっかりしつつ、そしてまた元の生活にね戻れるように皆さんも努力してくださっているので、話し合いをしてくださっているので、私も自分なりにねできることを、自分のことなので、はい、皆さんは農家の方大丈夫で、私だけなので、私がやっぱり私の健康管理をということでねやってまいりますの でとにかくねもう元気なんです。でね、アナフィラキシーも今そんなにねもう何でも起こしてないですね。そうなんです、で本当のアナフィラキシーではなくて、その一歩手前でちゃんともうお薬を処方されていて、もうすぐ相談できる先生もいますので、そういう意味で今1回かな、飛行機乗る前にやっぱりたらこ唇になって心臓バクバクして、カウンターにチェックインしたらば、結局は
なんかこう飛行機乗れるかなっていう状況で医務室運んでもらってんで、知り合いのお医者さんに乗っても大丈夫だよって言ってくれて乗ったっていう状況、まあ、そんなわけですいません、これからもまた配信させていただきまって、今日の楽屋トーク明日流させていただきますので楽しんでください。それでは。